一緒じゃなかったんですよ。ええ、撮影が実はね今日初対面です。初対面なんですよ今日。今日初初,初めて応援したので。大体ここら辺かなって思ったんですけど <laughs> 思ったより全然上だったって思いました。<laughs> はい、ようこそお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。そうですねすごいあの順調に。うん 撮影終わっって一緒じゃなかたんですよ撮影が実はね今日初対面なんですよ今日初初めて応援したのでしかも10分前ぐらいに初めまして鈴木と申しますってところから入ったのででもセットは多分同じですよねセットは確か同じで私が前の日で鈴木さんが次の日でここで撮るんだって感じだったんですけど大変だったこと何か花びらを。 一枚一枚アップで撮っていくきにうまく花びらがちぎ,ちぎれなくて手 <laughs> こずったりっていうのはすごい難しかったっていうかあのカメラに見せながらあのちょっと大変な格好しな大変な格好っていうか体勢でやってたのでそれはちょっと大変だったなと思ったんですけど CM 見てあすごいきれあにお花がちぎれてよかったなって。 花占いでこう好き嫌いだとか,なんか昔にやった経験もありましたますよねしたでもなんかだんだん、うん、あの都合よく <laughs> ポジティブが最後に終わるように <laughs> 途中あの、ちぎらなくても言ってました <laughs>。 <laughs> もうこれちょっと数的にいくと嫌いになっちゃうんじゃないかみたいな。絶対,絶対こうネガティブになるから最後はもうポジティブに終わるって,て好きみたいな感じでよくあの無理やり終わらせてたこともあったんですけど。 いなんかいいななんかポジティブさがすごい伝わってくる <laughs> エピソードを聞かせていただきましたが <laughs> 鈴木さんはどうですかこの撮影はいかがでしたなんかヒワであったり何かエピソードあったりします楽しかったですねあのやっぱ明るい衣装の中ですごく撮らせてもらったので、うん、なんか本当にずっとニコニコしてたなっていう印象もありますし、うん、分かったっけなもうすごく、うん、あのあっという間でした<ー>でなんか撮影も もともとはすごく時間を取ってくださってたんですけど、すごく早く確か終わってしまったぐらい円滑な感じの撮影になってましたね。はい、ここの場にはいないお互いをこうちょっと想像しながら演じていらっしゃったわけですよね。はい、なんかワンカットありましたよね。あの隣に,隣にいる。いる ちょっと隣にいるように。やっぱこの上らへん見られたんですか。そうです。あのだいたいここらへんかなって思ったんですけど、思ったより私が想像してたよりもっと身長が高かったので全然上だったって思います。すごい身長ちっちゃいので、はいはい。僕もちょっと下見てだいたいこの辺ですみたいな感じで教えていただきながら撮らせてもらいましたね。はい。